基本姿勢はぐにゃぐにゃです。それをこの動画で証明いたします。皆さんの身長を高くします。どうもどうもどうも、指導員の姿勢矯正セラピスト庄司です。よろしくお願いいたします。もう本当にその通りなんですよ。もう人の体ってぐにゃぐにゃだから、やっていることとかやっているエクササイズ、ストレッチ次第でどうとでもなるんですね。そのために今日は皆さんと一緒に身長を高くしようっていうような動画を作ってみました。まずですね、皆さんにご用意していただきたいものがあって、それが本と、あとは鉛筆ですね。本はここの部分、ここの部分がちょっと厚みがあった方がいいですね。厚みがあってかつまっすぐ、結構しっかりしたやつの方がいいと思います。それで、まあ、片手で持てるやつですね。僕はこの、スケジュール帳を使います。そしてもう一本の鉛筆は普通の鉛筆で OK です。じゃあやっていきましょう。まずですね、壁の方に来てください。よいしょ。そして右手の鉛筆ポケットに入れる。そして壁際に立ちますと。はい、両方のかかとと壁 4,5 センチぐらい開けて立ってください。ここからお尻、肩甲骨、後頭部を壁にベタッとくっつけます。はい、OK。 ここから今左手で持っている本を頭のてっぺん、頭頂に乗せますと。こんな感じですね。で、そこからここ本のこちら側を壁にペタッとくっつけてほしいんですよ。これがこうなったりこうなったりしないようにペタッとくっつけてほしいですと。 OK。 ここに頭がくるように。はいはい、そうそうそう。はい、そうですね。ここから本をベタッとくっつけると。はい、 OK ですね。そしたら今左手に置いた本そのままにして、自分の体こういう感じでずらしてくださいと。はい、 OK。 はい、そして右手のペンを出して、よいしょ、こんな感じで下に線を書いてくださいと。 OK。 これで皆さん今の身長が測れましたね。そしたらエクササイズやっていきましょうか。広いところに来てください。はい、じゃあエクササイズやっていきましょう。そこそこの広さがいります。両方の手を自由に広げられるぐらい、これぐらい、これぐらいのスペースを取ってください。もうこれぐらいで大丈夫です。部屋でもできるでしょう。はい、じゃあ3つエクササイズをご紹介します。その1ですね、猫背改善エクササイズになります。はい、立った状態で、まずちょっと映せないですけど、つま先とつま先平行、かつつま先はまっすぐですね。内股を向いたり外股を向いたりしないように、つま先つま先平行、そして足と足との間は拳1個半ぐらい開けて立ってください。そんな感じ、そんな感じ。はい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 、はい、これが基本の立ち方になりますよ。ここから普通に立った状態で、両方の手を外に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 ねじっていってほしいんですよ。この時腕を外にねじっていくと、自然と後ろ側に腕が動くのを感じられると思うんです。そう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 。これ最大までねじることがすごく大事になってきますよ。ですので、もしあなたがここぐらいまで回れるんであれば、ここが大事になってくるんですよ。もっと柔らかい人だったらもっといくと思います。そしたらここが大事になってきますよ。大丈夫？最大までねじる、外にねじるっていうことが大事になってきます。あそこ内側になってます、こうなってます、内側になってます、そうじゃなくって、外外、こっちこっちこっち、違いますよこれ全然。もし自分の体がコントロールできない人であれば、鏡の前でフォームをチェックしつつやるといいと思います。そうですね、はい、そう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 。はい、外にねじる、外にねじる、外にねじる。ここから大事なことですね。最大まで行ったら、この状態を3秒置いておいてください。1秒2秒3秒。はい、リラックス。はい、これだけです。簡単でしょ。はい、もう一回いってみますね。はい、2回目。外にねじる、外にねじる、外にねじる。あ、そこですね、顔が前に出てますじゃなくって、顔はまっすぐ。これ全然違いますからね。顔が前に行ってますよ。これ多分ね、コンピューターとかスマホしすぎでこういう風になっちゃっているから、顔を上、そう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 、この状態で行ってください。はい、リラックス。はい、3回目ねじる、ねじる、ねじる。はい、リラックス。はい、4回目思いっきりねじって、はい、リラックス。はい、5回目ねじって、ねじって、ねじって、最大までねじって、肩甲骨内側に寄せて、はい、リラックス。はい、6、はい、リラックス。はい、7、はい、リラックス。はい、8、はい、ねじって、ねじって、ねじって、はい、OK。 はい、9、
はい、OK。はい、最後、10。はい、最後、ねじって、ねじって、ねじって、頭も高く。はい、OK です。はい、ありがとうございます。これで一つ目のエクササイズ終わりになります。簡単すぎる。そうなんですよ。正直エクササイズって怠け者が怠け者のために開発されたんです。ですので、めちゃめちゃシンプルですよ。だけど効果ありますんでね。二つ目にやっていきましょう。はい、エクササイズその2やっていきましょう。エクササイズその2はね、普通にさっきと同じような立ち方をしますと。はい、つま先まっすぐですよ。はい、膝曲げすぎない。まっすぐにもなりすぎない。フォームがわからない人、鏡だとか動画で自分の姿を撮影しつつチェックしてくださいね。はい、2つ目、合掌するような形ですね。手のひらと手のひらを合わせる。ここから手のひらをくっつけた状態を維持して上に上げていく、上に上げていく、上に上げていく、上に上げていく。あ、きついですよね、これね。最大までで大丈夫ですよ。肘多少曲がっても大丈夫。理想はまっすぐ。はい、かかと浮かせたらダメです。これ浮かせないこと。かかとは地面にくっつけた状態。はい、ここからちょっとごめんなさい、ここからパカッと開く、パカッと開いて手のひら上。はい、そうですね。はい、ここからさらに下ろしていく、下ろしていく、下ろしていく。で、お尻の方まで来たら、ここから大事なんですよ。手の甲側にパカッとピトッと曲げてほしいんです。そう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 、できます？難しいでしょ、意外と。はい、これで終わりと。はい、これで1回になります。2回目いきますよ。はい、合掌に戻って、はい、上げて、肘まっすぐ、肘まっすぐ、肘まっすぐ。はい、パカッと開いて手のひらは上、そのまま下ろしてきて、下ろしてきて、手の甲をピトッ。はい、 OK。 はい、3回目。はい、合掌、上げて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 、かかと上げない、お尻がちょっと、あ、今それね、反っちゃっているんですよ、ここ。わかるかな、こういう風に反っちゃっているんですよ。これよろしくないんです。これいわゆる反り腰って言われるやつなんで、そういう人はね、ちょっとお尻の穴ギューッと中にすぼめる感じ。はいはいはい、そうそうそう、お尻の穴のすぼめ方がわからないっていう人はね、例えばここに子供がいて、いたずらで干渉をしてきたと、それを指が入らないぐらいお尻をギュッと締めると。わかりやすいでしょ。そう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 、これを維持した状態でさっきのエクササイズしてみてください。そうするともっと綺麗なフォームでできるようになるから。はい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 、いいね。はい、3回目、もう1回、はい、手のひら合わせて上げて、はい、開く開く、手の甲をピッと。はい、4回目、ピッと。はい、5回目、はいっと。はい、6回目、はい、はい、7回目、ピッと。はい、お尻気をつけて、つま先気をつけて。はい、8、はい、9、はい、10、最後。はい、伸ばして伸ばして伸ばして、指先が天井当たるぐらい伸ばす。はい、手のひらパカーッと開いて、手の甲に曲げる。はい、この状態でホールド。1秒、2秒、2.1秒、2.2秒。長いってね。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。これでエクササイズ2つ目おしまいになります。はい、エクササイズその3やっていきましょう。これが最後になりますよ。頑張ってくださいね。でも無理しないでね。最後、エクササイズする前にちょっと皆さんに知っていただきたいことがあるんですよ。それはですね、ちょっと足に乗せますけど、内くるぶしですと。今皆さんにこうつま先まっすぐにして立ってください、拳1個半立ってくださいって言ったじゃないですか。その時に意識してほしいとこがあって、それが内くるぶしですね。足首の内側の骨の出っ張り、これを意識してほしいですと。そしてですね、ここにゴムがついています。エアーゴムですね。透明なゴムがかかっていて、こういうようなゴムをイメージしてほしいんですよ。で、こうあって、こうあって、こうあって、ここ、口角、唇の横、ここまでエアーゴムがつながっていますよっていうのをイメージしてほしいんですよ。ちょうど芸人のゴムパッチンですよね。
芸人のゴムパッチンがあれがエアーでここつながっていますよっていうのをイメージしてほしいですと。でこれ立っている時もつながっていますよっていうのをイメージしてほしいんですよ。めっちゃ大事な身長の秘密言いますね。なんと身長が低い人っていうのはこのエアーゴムが固く短くなってるんですよ。ね、ご高齢になればなるほどここがこういう風にエアゴムが短く硬くなっていくんですよ。その結果腰が曲がったりなんて言ったり広角が下がったりしよるんですよ。ならば今皆さんは身長を伸ばしたいんだから、そのエアゴムを最大までギューッと伸ばしていってあげてほしいんです。やり方はこうです。まずは首を上上げていってください。はい、天井を見上げるような感じ。そこから唇をうーんと突き出してほしいんですよ。ちょうどチューするような感じ。チューするんですけれども、前にするんではなくて天井に向けてうーんってしてほしいんですよ。 OK。 そうすると今このエアゴムが最大までビーって伸ばされるわけです。これによって皆さんの身長高くなりますよ。 OK。 もう一回いきましょうか。首を上に上げる、天井を見上げる、そこから唇を最大まで突き出す、最大まで突き出す。はい、ゴムがついてますよ。口角と内くるぶしの間のゴムビーンって伸ばしていますと。はい、 OKOKOK。 これ大丈夫？できそうですか？はい、次いきますね。次もめちゃめちゃに大事なんですよ。今せっかく最大までビーンって伸ばしたんですね。でそれを縮めてほしくないんです。ですのでこういう考え方が大事になってきます。それはエアーコルセットです。ちょうど首に巻く包帯があるじゃないですか。それがエアーでハマっています。それが前側だけにハマっていますっていうのをイメージしてほしいです。ですので今首を上げました。上げてここにエアーコルセットがある。だからここを邪魔しないように下ろしていってほしいんです。そうそういう感じ。はい、もう一回いきましょうか。はい、ここ口角と内くるぶし、ゴムパッチンでつながっています。首を上げる、唇を最大まで尖らせて。はい、エアコルセットをイメージして下ろしてくる。そうそうすると皆さん胸めちゃめちゃ腫れてるでしょ。はい、これもうちょっとやってみましょうか。はい、3回目、首上げて唇を思いっきり尖らせて、神様大好き。はい、下ろす、エアコルセット。はい、4回目。はい、首上げて神様大好き、唇尖らせて、はい、エアコルセット。はい、6、首上げて、はい、神様大好き、思いっきり唇尖らせて、はい、エアコルセット。はい、7、はい、大好き、はい、下ろす。はい、8、はい、この唇とがらせて、内くるぶしですよ、内くるぶしからここつながってます。はい、前コルセット。はい、あと2回。はい、首上げて、はい、神様大好き、ちょうど天井に神様がいて、その神様に注意してます、大好き。はい、前コルセット。はい、最後、はい、首を上げて、唇を尖らせて、最大まで尖らせて、はい、下ろしてくると。はい、これで以上です。以上3つのエクササイズで終わりになります。再検査いきましょう。さあ、これでどういう風に変わっているでしょうか。ダラララララララーンと、先ほどと同じ場所、同じシチュエーションで測っていきますよ。はい、OK。 さっき使ったノートと鉛筆持ってきて、はい、同じ場所に立って、はい、かかと壁4センチ、5センチぐらい離して、お尻くっつけて、肩甲骨くっつけて、後頭部くっつける。はい、本を頭頂に乗せまして、本の背中側をベターっとくっつけます。はい、 OK。 はい、ずれて、はい、見てみてください。おお、すいません、ちょっとずれましたけど、ここだ、ダラーンと。さあ、どうだったでしょう皆さん。僕も変わりましたよ。なんか嬉しそうだな俺僕も変わりましたよ。これがあれ、見えるかな、こっち下がビフォー、上がアフターです。
さあ皆さんいかがでした？おそらくこの動画見ている人の 99% が身長伸びたと思うんですよ。もう何だったら1センチどころか2センチ3センチの人もいると思うんですね。もうそれは縮んでいた身長を今の3つのエクササイズでピーンと伸ばしたから、もうそれだけなんですよ。すごいでしょ、姿勢矯正って。これはもちろん理論的に説明がつくんですけれども、そんな難しい理論はやらなくてもいいから、とにかくさっきの動きを3つをやったら効果が出るっていうことでした。もちろんこれは定着したわけではありません。また日常生活でこういう縮むような動きをしていったら、徐々にまた縮んでいくから、それに対抗するような形でエクササイズを続けていくと。そうすることによって、その高く伸びた方の身長でずっと長くいられますよ。なので僕のおすすめとしては1日最低1回、夜寝る前なんても最高でしょうね。できるんであれば朝昼晩やるとかね、やられていったらもうより身長が高くなっていく。それにこれはセラピー効果がすっごく高いエクササイズ3つなんで、肩こりだとか首の辛さだとか肩甲骨周りの気持ち悪さとかも改善していく可能性が大。正直ってすごいでしょ。というわけでした。チャンネル登録、コメント、シェア、皆さんよろしくお願いします。僕オンラインサロンも持っています。もし何か今日の内容で不明な点があれば、いつでもそちらにご質問いただければ僕が直接お答えさせていただきます。皆さんに何とかして健康な体、かっこいい体を手に入れてほしくって、僕はこういう風に動画配信をしております。皆さんまたお会いしましょう。ではでは、しおりのセラピスト、しおりでした。さよなら。